アーケゾアは、深化生物のうちミトコンドリアを持たないグループである。トーマス・キャバリエ・スミスが、原始的な深化生物であるとして、古い動物を意味するアーケゾアと命名した。原核生物は進化の上で、まず核を獲得し、その後、ミトコンドリアを獲得したと主張された。この仮説を、アーケゾア仮説と呼ぶ。現在では、分子系統学により、アーケゾアのいずれも、 ミトコンドリアを持つ生物を祖先に持つ二次的に、ミトコンドリアを失った生物で、しかも別々の系統から進化したことが分かっている。そのため、アーケゾア仮説は否定され、アーケゾアという言葉自体ほとんど使われない。1983年に提唱した際には、原生動物界に属する赤いとしており、そこにはミトコンドリアを書く、生物群として、パラバサギア、メタモナス、 日し史し、アーケアメーバの4問を含めていた。このうちアーケアメーバは新設の分類群であるが、その構成要素が明確にされたのは1987年で、ある。同年、アーケゾアは境並びに上海に昇格させられ、他のすべての深刻生物とは、根本的に異なる位置づけを与えられた。しかしこの同じ論文を端緒に、ミトコンドリアを二次的に喪失したと判断された。 生物群が取り除かれていき、最終的にすべてが二次的にミトコンドリアを失ったことが判明した。新核生物をアーケゾア上海とメタカリタ上海とに二分する枠組みは1998年に破棄された。なおその後も低少当初と同じ原生動物界、アーケゾア赤いという分類群は残されたが、もはやミトコンドリアの起源とは関係がなくなり、 2003年にはそれも放棄された。最初に取り除かれたのはパラバサリア門で、これは長弁盲虫類とトリコモナス類からなっていた。そもそもアーケゾア仮説の提唱より以前にトリコモナスにヒドロゲノソウムが発見されており、それがミトコンドリアに由来している可能性は議論されていた。これに加えてパラバサリア類には明瞭なゴルジカラダや、 格外防水糸が存在していることも原始的深核生物としては似つかわしくないとされた。そこで1987年にアーケゾアを境に昇格させた際にパラバサリアは取り除かれた。なお取りコもなすのヒドロゲノスオームがミトコンドリア由来であることが確実となったのは1996年である。次に検討の対象になったのはアーケアメーバモンで その構成要素は、エントアメーバ科、ペロミクサ科、マスチゴアメーバ科の3群である。まずエントアメーバ科は、動物の長官に寄生しており、パラバサリアと同様に、嫌気的環境への適応として二次的に、ミトコンドリアを喪失した可能性が問題となった。しかも1989年のリボソーム、RNA 遺伝子を用いた国初期の分子系統解析で、 エントアメーバ化のセキリアメーバが、深核生物の基部に位置していないという結果が得られた。そこで1991年に、エントアメーバ化が取り除かれた。続いて残る二群についても、分子系統解析が行われ、いずれも、深核生物の基部に位置しないことから1996年に、取り除かれた。なおセキリアメーバがかつてミトコンドリアを持っていたことは1995年に、 ミトコンドリア由来のマイトソームを持っていることは1999年に示されている。微放脂注文はすべてが規制性であることから同様に二次的にミトコンドリアを喪失した可能性が考えられた。パラバサリアとは違ってビホシム虫はヒドロゲノソームや発達したゴルジ体を持っていないゆえ、リソソーム、弁毛、中心固定をも書いていて、 細構造の観点かからは、かなり単純だととと言ええるるる。が、がここれもでで失ったと考えることが可能である1993年頃よりイントロンのスプライシング装置が存在することが知られるようになり、これもより派生的な生物が規制適用により縮大した可能性を示唆した。1997年にはミトコンドリア型シャペロンの存在が明らかとなった。 タンパク質のアミノ酸配列を用いた系統解析によって心菌との禁煙性が強固に示され、これは基賃質の細胞壁を持つことなど様々な共通性によって支持されることから、1998年に微放ム虫はアーケゾアから取り除かれた。その後、微放ム虫もマイトソームを持つことが2002年に示されている。最後に残ったのが、 メダモナスモンであるが、しかし、ランブルベンモウムシがかつてミトコンドリアを持っていた。可能性は1994年に、すでに示唆されており、他の生物群と同様により強固な証拠が出揃うのは、時間の問題と考えられるようになった。キャバリエ・スミスは1998年に微放射虫をアーケゾアから取り除くと同時に、かつて取り除いたパラバサリアモンを復帰させた。 この意味でのアーケゾアー海はミトコンドリアを獲得する以前の祖先的な真核生物ではなくペルオキシソームとイントロンを持たない真核生物という全く定義の異なる生物群である。これも2003年にパラバサリア類をメタモナスモンに含めるとともにアーケゾアは放棄された。なお、ランブルベンモーム氏には二千二年にイントロンの存在が二千三年には マイトソームの存在が、2018年には、ペルオキシソームの存在が示されている。一方この群に含まれるマナシルカーメノワズエキシリスは2016年に、ミトコンドリアを完全に書いていることが示されているが、これも二次的喪失である。ありがとうございます。